炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。この程度じゃ足りない。もっと時間を稼ぐんだ。我を退けるか。俗称にはならん。喋りながらでも考えろ。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。